水虫検証66日目、9月2日になるんですけども、症状の方を見ていきたいと思います。マキロンつけてる右足、はい、なんか勢いよく言ってみました。邪魔なんですね。はい、こんな感じですね。この辺そう、こういう感じですね。うん、なんだろう、なんか相変わらず完璧に綺麗になる気配がないのは何なんだろう。不安になってきます。こんな感じですね。はい、でテルバイン EX つけてる左足、ペチンがここです。うん、相変わらずここ両足ともこの辺ここ親指ね、こんな感じですね。なんとかしたいところですが、なんとかならないもんだなという感じですけど、はい、では右足にマキロン塗っていきましょう。なんか綺麗になるっていう感じの状態に見えないですねもうわずかに残る的な、やだ、早く綺麗な足裏を見せてほしい。でももうほんとちょっと多分70日目でもほぼ変わらない状態になると思うんですよね。変化のない状態でつけていくことになりそうなので、多分そこを目安にしたいとは思っておりますが、はい、で塗りつけることができました。なので左足にテルバイン EX をつけます。なんかノリがいい時とノリが悪い時は何なんでしょうね。足が乾燥してない時とかなのか。はい、すごい塗りやすかったですけど、はい、塗りつけることできました。ではまた明日も状況報告します。それではまた。